シェーン・コスタは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ビサリア出身の元プロ野球選手。ポジションは、外野手、州、トウ左だ。2003年の MLB ドラフトで、カンザスシティロイヤルズからドラフト2巡目指名され入団。この年は、参加ルーキーリーグのアリゾナリーグロイヤルズで23試合に、出場した後、参加アドバンス A のウィルミントンブルーロックスに昇格し、3試合に、 出場した。2004年は開幕を参加アドバンス A のウィルミントンブルーロックスで向かい百123試合に出場した。2005年は6月2日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビューを果たした。2006年は参加 AA のウィチタ・ラングラーズで開幕を迎え、ここでは2試合に出場した。その後、参加トリプル a のオマハ・ストーム・チェイサーズに昇格し、ここでは 52試合に出場した。2007年は参加トリプル a のオマハストームチェイサーズで開幕を迎えた。この年は59試合に出場した。2008年も開幕を参加トリプル a のオマハストームチェイサーズで迎えた。この年は75試合に出場した。2009年は参加トリプル a のオマハストームチェイサーズで1試合に出場に留まった。オフに FA となった。12月16日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結び残留した。2010年は怪我の影響でリハビリのため開幕を参加ルーキーリーグのアリゾナリーグロイヤルズで迎えた。ここでは11試合に出場した。その後参加アドバンス A のウィルミントンブルーロックスに昇格し、ここでは2試合に出場した。その後、 3加 A のノースウエストアーカンソーナチュラルズに昇格し、ここでは1試合に出場した。オフに退団した。2011年3月7日にアメリカガソシエーションのセントポールセインツと契約を結んだ。この年は45試合に出場した。2012年は33試合に出場した。この年限りで退団した。その後は、 野球界から遠ざかっている。ありがとうございます。